シバージー2世は、インドのデカン地方、マラーター王国の君主、コールハープルマラーター王国の君主でもある。1696年6月9日、マラーター王、ラージャーラームドそのトアラーバーイーの息子として生まれた。この時、父は、南インドのシェンジに籠城し、ムガル帝国と戦っていた。1698年1月、シェンジは、長い籠城の末に陥落したが、 ラージャーラームは逃げることに成功し、サーターラーへと逃げた。1700年3月3日、父、ラージャーラームが死亡すると、その息子であるシバージーが、シバージー二世として王位を継承した。なお、彼は幼かったため、母であるターラーバーイーが王国の摂政となった。千七百七年五月、かつてのマラーター王、サンバージーの息子シャー,フーが釈放され、 王位を主張して、サーターラーに向かって戻ると、シバージー2世を擁する、ターラーバーイーと対立した。だが、同年10月、ターラーバーイーの軍は、シャーフーの軍勢に、軽度で敗れ、1708年1月12日に、シャーフーは即意式を挙げ、シバージー2世は、敗位された。その後、1710年に、シバージー2世は、シャーフーより、 コールハープルに領地を与えられ、マラーター王国の文国コールハープル、マラーター王国の王となった。だが、1714年8月2日に、シバージー2世は弟のサンバージー2世に配位された。その後、パンハーラーに遊兵され、1726年3月14日に天然痘で死亡した。ABCDEF サタラさん、ありがとうございます。